投げ投げるな拾うなおかえり。俺もヒロミが帰ってくるのをずーっと待ってたよ。あいつはドラゴンリーのことしか言ってないけど、石森リーに関しては頭に入ってねえみたいだよな。なあ、でもな、ヒロミ、俺のベルトに挑戦してこいよ。はーいって幼稚園児みたいな名乗り方誰がするかおい。あ、いいか、俺も虎視眈々と狙っていることを忘れるな。You see that right there? You see that? Very, very symbolic what I'm doing right here. Let me explain to you. Kotsuka Sonata's torn t-shirt. You'd think he'd be able to afford a fresh new one, but who knows? Anyway, Sonata's t-shirt, carrying it on my back, showing what I'm doing for him, because I'm carrying him, this entire company, on my beautiful back, baby! That's what I'm doing. Yeah. So now you're part of New Japan. And I'm carrying New Japan. So do you understand the connection that I am making here? To you, Sonata. And to everybody else. But again, symbolic right now. Look where the t-shirt is. Look. It's all the way down there. Me, I'm all the way up here, baby. Just like that's how it is with me and you in the ring, Sonata. I'm all the way up and you're all the way down. You'll never get up to me. But you're welcome, by the way. Like I said, carrying you and everybody on my back. Ooh, you're welcome for the raises, huh? For all the people turning up to shows, the increase in attendance, the increase in New Japan World subscribers. You're welcome, Sonata. All of you for what Bullet Club and for what I am doing for everybody. スワロカ、熱くなってたと思う。俺が怒ってると思ったでしょ。わけねえ、座れ。あんなもんだよ、お前。昨日の哲也のコメントを見た。あれ、ちゃんと一発でやったのか、哲也。バカチンが、お前何回も。一発でやったのか、お前、しっかり。見た？あの、世界を経験した男っていうのは、別にバカにして言ってるわけじゃないって言ってたよ。100% バカにしてる。完全にいじってる。バカにしかしてない、あの言い方。わかる？それぐらいは俺でもいじってる。完全にもういじり倒してるよ。え、それで WW 世界っていうのは WWE のことだけなんですかみたいな言ってたけど、いやいや、ちょっと待って、俺一言も自分で言ってないから。世界で俺やってきたんで、一言も言って、お前が言い出したんだよ。わかる？それでメキシコだって世界を経験したことになるんですけど、いやいや、だからお前が自分から言い出したことで、いや、メキシコだって立派な世界だと思うよ、ヨーロッパってそうだよ。なのにお前が勝手に世界を経験した男っていじり出したからおかしくなってんの。なんで自分で言って、自分でなんか変な感じにして。いや、俺がいや、俺は世界を経験した男だよ、お前は黙ってろって言ったなら分かるよ。いやいや、俺だってメキシコでやってきたよって言うんだったら話が合うけど、俺一言も自分で世界を経験した男なんて言ってないのに、何、自分で話ごちゃごちゃにして
よくわかんねえよ、マジで。しっかりしてくれよ、もっと。だってコメントが一つの売りじゃん。どうしたの？全然じゃん。全然面白くもないし、なんかもう弱いし、最後のアディオスも日に日になんか声ちっちゃくなってるし、どうした？え？ほんで？撮った後のプランをお前言えって言ってたよ、あいつ。そんなの全然考えてなかった。だから、そんなでもシステムあった？私次チャンピオンになったらこれこれこうしますみたいな、そんな選挙みたいなあった？なかったよね。でもなんか急になんか制作みたいなの言わなくちゃいけないなって言ったの俺。いや、ちょっと考えてみた。やばい、長くなるぞ。いいか、考えてみた俺。そうだな、まあ、多分2月9日俺がベルトを取ったら、多分俺のことを1月5日のあの乱入劇に対して、いや乱入したもん勝ちかよみたいなことを言ってるやつがいっぱいいたよ。多分そいつらの誰かが乱入してくるはずだよ、絶対。そう、もしもしてこないのにやる勇気もないくせに文句だけ言ってるんだったら、これはめちゃくちゃダサいから。俺が取った後必ず誰か来るよ、やったもん勝ちだもん。来るよ。それで IWGP とインターコンチ、 IWGP はに関しては、いやお前なんか IWGP に挑戦する資格ねえからみたいなのがもうアホなツイッターで、あとはなんだ、あの、いやお前しょっぱいんだよ、しょっぱいしょっぱいって言うらしいよ、今時のプロレスファンは。かっこいいよね、なんかあの2みたいな感じでしょっぱいって、お前なんかしょっぱいやつが IWGP なんか挑戦する権利ねえよって言われたら、だから俺は IWGP は返上しようかな。それで資格がある東京ドームでやったあの4人でずーっと回してればいいと思うよ。ずーっとそれでやってればいい。新しいものを拒んで、新しい刺激を入れないで、その先にどういうものが残るのか俺も見てみたいよ。ずーっと資格があるやつらでずーっと回したらいいんじゃない。でインターコンチ、それは俺色に染めちゃおうかな。まずベルトをバレットクラブ仕様に変えたいな。あんなダサいのじゃなくてバレットクラブ仕様にして、であとは何だろう、俺まあ、この去年から日本に帰ってきてやっぱり一番感じるのは地方が元気ないな、街が死んでるよ。だから俺は活性化したい。だから俺のインターコンチは地方で防衛戦やりたいな。どうだろう、それでどんどん地方にも発信していけたらいいんじゃない。それで俺はずっと防衛しながらあいつの帰りを待とうかな、いつか交わる日まで。まあそんなところかな、私の政策は。皆さんいかがでしょうか、ご意見お待ちしてます。まあ結局俺が何が言いたいかっていうと、札幌もうすぐオリンピックなんだから、もっと Wi-Fi の強化と使えるクレジットカードのブランド増やした方がいいよってこと。昨日のコメントで言い忘れたことが、いや復帰してからずっと言い忘れたことがあります、あるますって言っちゃいました。今ありますっていうふうに言おうとしたのに、あるますって言っちゃいました。ここもどうせ流れてしまうんでしょ、俺のこのあるますっていうふうに言ってしまったやつが流れてしまうんでしょ。ぐちぐち言いますよ、ありますってちゃんと気持ちで言ってますからね。でもあるますって言っちゃったのはまあ今事実なんで、これ流れることでしょ。こんな今真面目に話してもそれが流れるっていうのは、まあ、自分の中でショックがあるんですけど、まあもうありますって言ってしまった事実は変えられない。だからもう構わない。まあずっと言わなかったことがあります。何かっていうとロビー、俺はあいつに美味しいところを美味しいところを持ってかれ持ってかれ持ってかれすぎてる。俺とブスさんのタッグ、全てあのロビー邪魔されてる。これはどっかでリベンジしないといけません。ロビーイーグルス、なかなか面白いクセモノが
俺が欠場してる間に現れたりしていますね。まあいいでしょう。俺は今日何を言いたかったかっていうと、ロビーイーグルスのこともそうなんだけれども、やっぱりドラゴンリーはドラゴンリーなんだよ。ドラゴンリーのあと誰が来るのかっていうのは大事なんだけど、ドラゴンリー絶対に勝つとは、ドラゴンリー相手だと言えないヒロムちゃんがいるんだよね。どうしてもこのスーパーポジティブのヒロムちゃんでもドラゴンリー相手だと絶対に勝ちますって軽々しく言えない俺がいるのが悲しいなと。一体今回ドラゴンリー戦で何が起こるんだろうか。もしかしたら何も起こらないかもしれない。いや、何か起こるんだろうか。そんな感じで当日を迎えたいと思います。だって会えないんだもん、ドラゴンリーに。それまで何したってしょうがないだろう。見ててくれよ、俺とドラゴンリーのやり合いを。絶対勝つ。昨日のコメント見た？完璧ではなかったけどさ、なんとなく会話が成立してしまったよ。もしかして俺と健太選手って気が合うのかな。きっと今日彼は今後のプラン、今後のビジョンについて大いに語ってくれたことでしょう。一体彼がどんなことを言ったのか、後で新日本プロレスモバイルサイトでチェックするのが楽しみだよ。それから去年の冬の札幌2連戦、俺はここ北海北エールにお集まりくださったたくさんのお客様にマイクでこう言ったよ。インターコンチネンタル王座を持ちながら IWGP ヘビー級王座を狙っていくと。1年後こうして札幌、そして北海道のお客様に日本のベルトを持っている姿をお見せできて嬉しいし、先ほど発表されたでしょ、次回の北海道、そして札幌大会。まあきっと、いや絶対って言い切っていいかな、俺はこの2本を持ったまままた北海道、そしてここ札幌に戻ってきますよ。ということはつまり大阪城ホール大会の結果は、まあそういうことだよ。大阪城ホール大会まであと7日。さあ健太選手、お互い楽しもうぜ。カブロン。